では続いて発起賞に出走します。法王プロ三家について矢作良人調教師に伺います。前走の若葉ステークスは逃げ粘って2着ということでしたけど、どうでしょうか。この馬は新エンペダー以上にまだ馬が若くて、集中力に欠けるところがあるので、ああいうその前利きるレース、前に行くレースっていうのが合っているのではないかと現状では考えています。その良さっていうのはだいぶ出たんでしょうか、前走のアラステークスは。そうですね、ミスター GT が楽勝と思った中でかなりしぶとく粘ってましたし、やはり花に行った時はIB ステークスでしたっけ、東京でも非常にしぶとい粘りを見せてましたんで、やはり、能力自体は高いなと。ただ道中に関してもラストに関してもやはりちょっと気を抜くところがあるので、そこら辺が課題だと思います。中間の調整の中でそのあたり調整された部分っていうのはあるんですか。そうですね、やっぱり集中力を高めるように考えて、バグもいろいろ考えようかと思ったんですけども、まだ時期尚早ということで、今まで通りの装備でいきたいと思います。調教1週前のシュートコース合わせ馬でしたが、この時の印象を教えてください。そうですね、この馬としては良かったっていうか、はい、いい動きだったと思います。状態に関しては本当にこの馬が一番というぐらいいいと思います。最後 11.4 とね、はい、しっかりこの馬らしくないなというぐらい、そうですか、はい、良かったと思います。少しずつ力をつけてきてくれてるのかなと思います。そして今週単走で半路で終わりました、はい、いかがでした。これは筆者君に感触を確かめてもらう程度で、これもとにかく道中から気を抜かさないで少しでも集中して走れるようにと、そういうことがテーマで、やった追い切りで、時計その他も良かったですし何も問題ないと思います。 52.8、12.3 と、はい、非常にいい時計が出てましたね。そうですね、予定通りですね、何も無理はしないでその時計ですから。さて皐月賞中山 2000m とこの舞台は皇后プロ三家にとってはいかがでしょうか。現状ではいい条件ではないかなっていうふうに思っています。そして先方ですがどうでしょう。そうですね、強い逃げ馬も出てきそうなんですけども、行かせたいなというふうに自分としては考えています。いや、最後に皇后プロ三家への皐月賞の期待を教えてください。そうですね、この馬に関してはやはり能力自体見劣らなくても完成度という点で3頭の中で一番やはり奥手だなと思うんで、これからの馬だと思います。次につながるレースをしてもらえればと考えています。